おはようございます。ハマチさん、こんばんは。髪切りこんましばんた？は。いやいやいや、むちゃくちゃ早ないそのコメント。ハマチー、イエーイ、俺や俺や。うまく優勝おめでとうございます。まあ僕は優勝してないですけど、おめでとうございます。 WMC 日本代表の皆様、見事に優勝でしたね。期待を裏切らず。リュウジさんログインしてますね。リュウジさんログインして、リュウジ、あ、ほんまや、リュウジさんログインしてる。リュウジさんね、多分つけっぱなしらしいですよ、家でもずっと。だから多分ずっとログインですね、彼は。ボットではないんで。こんばんは、マッチさん。マドリードからお疲れ様です。俺誘われへんかったからな、実力不足で。やはり旅するアドグレース職人と神話使いの前ではね、 MMM トップ8だしね、2人とも。私もハマチさんとマドリード行きたかった。マドリードな。モダンしよっか。オクラホマシティからわざわざすまんない。オクラホマシティ、モダンとソロモダンが被るって面白い。何ソロモダンって。あ、オクラホマシティモダンなんや。今俺勝手につなげたけど合ってる？そういうことやと思ったけど違うんかな。なんかオクラホマシティも誰か言ってたよね。なんかタイムラインで行きますっていうのを見た気がするけど、誰やったか忘れた。行くんやと思って。あくびが止まらん。ハラネ君、やそ、ハマチさんのドリームチームでマドリード制してほしかった。まあまあ組んでくれへんからね。まあ夢のまた夢やね、それは。何するって言ったっけ。モダンか。じゃあ今日はモダンします。デッキは、デッキはこれかな。この間の MMM で見事。こんばんは。トラブイスがまたやらかしたね。トラビスほんまにまたやらかしてたよ。はい、あなたの MMM で見事勝率5割でフィニッシュした赤水戸です。あの日からずっと僕の最終成績は伏せていましたが、勝率5割でした。カメラこっちか。サイドのチャンドラ別にいらんかったね。ちょっとそういうのふざけんのやめていこう。破壊的な強弱とか入れてたからおかしになったよね、確か。でも破壊的な強弱ないと。無でハマチさんの勝率上げたの私です。お。やったね、勝率に貢献した。さっきなくなったってマジ。そう、こんなおもちゃ持っていくから10勝しても10敗するデッキはそこそこだけど、角倉ならいらない。え、マジでサッチいなくなったん？ちょっとそれ気になる。ちょっと今手につかへん。サッチー去年85。マジでやん。ほんまや、マジや。これ安定しないと評判のデッキですか。最近見えへんと思ったらマジや。スポナビインストールしてないの？スポナビインストールしてないの。こんばんは。パスワード覚えてますか？パスワード、あ、ロックマンですか。ロックマン今日はやらないですよ。へえ、マジやん。まあ病じゅ老衰病気なんかな。ショックやな。なんかなんかちょっとモダン回す前にテンション下がってきたけど、なんとかしてあげていこうか。死にそう見ないと思ってた。ブラウザのショートカットにエロサイトないか探してしまった。これも俺のパソコンちゃうからね。少なくともあったとしても俺じゃないよ、ね、多分ないやろ。怪しいのあるけどよくわからへんけど、それっぽいのあるで。なんかアナリティクスっていう何するサイトか知らんけど、きっとピュアなサイト。ちょっと待ってエロサイト。あ、聞いてもさ、
それっぽい名前のはある。何かは知らん。職場でエロサイト見たし、もう俺じゃないから。X はちょっと今日はね、さすがに毎週毎週ゲームばっかしてたらね、スペインからコラッと怒られるんで。今日はじゃあこのおもちゃを回していきます。やってた感じ、あんまボツ対策貼られへんかったけどね。まあ、にもかかわらず読みになってる。新作出るんだって。あ、イレブン出るみたいですね。テイロスの無トグはゲームじゃない。破壊的な狂楽って何？デストラクティブ。当たった。一枚だけ入れとこ。チャンドラ別にいらん。よし。出陣。コンプリ、これやな。コンペティティブモダン。飛び込め。ガイストオフウィン。お、強そう。フレンドリーだとやはりレベル低いですか？いや、どうなんでしょう。僕やったことないですね、フレンドリー。僕は商品がいい方がいいんで。売っていこう。もう一枚あるし。弱くない？次復讐図引いたらこれからこれ出るんじゃん。そんなわけないか。そんなうまいこといかんか。何何、うまいこといくかも。ハマチさんはサスペンド食らったことあるんですか？あるわけないやろ。あるよ。ないよ。仕事終わった。お疲れ様です。何してよ。ハラスメント対策講座はよ。土地置く前にルーターでしたね。そうですね。なんか置いちゃいました土地。使い慣れてない感じがバレてしまった。金曜日はカレー。金曜日はカレー。何？今日金曜やけど。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。金曜日はカレーがちょっと分かんないですけど、お仕事はお疲れ様です。どうせ敵力持ってくるんだから、ショックランド前ターン捨てずに持っててよかったんじゃないのって思った。いや、マンドリルが引いたんでトラブイフェッチランドで起動したいなと。いまいちよくわからない。ただ僕の枚数は、枚数じゃない、僕の枚数はちょっと意味が分かんないけど、僕何墓地何枚かを明確にカウントしてなかったので、これ山が残ってるところを見ると別にフェッチでもよかったっていう。怪人の人かな。日本海軍。え、なんか弱いけど、もう引いてんのこれ。ざわざわ。次8点くらいは、次8点入れたらね、もうライトニングボルトで勝ちですからね。いいですね。2体ともフェーダルプッシュじゃ死なないっていう。
特技を持ってます。9春章、春章、うん、うん、あ、割られた、割りやがったこいつ。バンズの最後のなんたらも無理か、そらそう。このデッキ安そう、割れちゅう。え、むず。自分で打つこらっこまずき、打たれるの嫌い。反転したで、全然あかんのじゃん。青い明日への探索。確かに。何何何、あ、そうか。稲妻 X にデカトウ。そう、稲妻彦。稲妻引いたらもう急に勝つからね、これ。3は終わるで、さすがに。おやおや、これ何、これ青黒コン、あ、黒、青黒赤コン、なんてグリクシスコントロール。血止めの月で映画な、そんな。こんばんは、マチ。こんばんは、こんばんは。アンコウとかって入ってんのかな、でも春章あるしな。入れちゃえ入れちゃえ。こんなん消されたらたまらんからね。リマンとか言われたらもうね、放送禁止処分出してしまうかもしれない。月のためとハイエサイドの森、悲しくない。まあ別にいらないですけどね、なんかなくてもいいっすよ別に。ただ僕はあった方がいいかなと思ったんで入れただけなんで、別にどっちでもいいですよ正直。別になくてもなんとかなりそうやし。こんなもんでよろしいでしょうか。ゴリラ強いですよね。ゴリラがね、力戦怪しい。抜く？まあ後手やしさ。後手やし。ね。ダメ？マンドリルって書いてるんだよな。後手ならあっていい。クリちゃおらんけど。うわ強っ。マンドリルだろうがゴリラス。いや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 、沼一番入ってないですからね。アーボーグ置くかもしれにゃん。速走抜くのはデッキのバランス崩れて良くない気がした。あの一応あれ入れたんで、誰だったっけ、グリムラマンサー入れたんで、まあいいかなっていう僕の勝手な思い込みが入ってます。1マナ液2枚入れれば、2枚入れたし2枚抜いとけ的な使い心地。1本目は解消でした。2本目はピンチ。
ラバマンって何目的で入れたん？そらこのデッキ安定感ないから。何目的？なんとなくや。僕は後手の速走嫌いやからや。まあでもコントロールやったら別に入れてもよかった、ね、このデッキすぐ手札なくなるけど、ハズレとはダメ。4マナ出るんすかね。喋ってたらフェチキン直せたけど、まあいいや。こんばんは、マチ。こんばんは。完全に視線を画面から切ってたら、フェチを切るの忘れたぞ。それがいいんやんね。狼ロボにしよう。無駄に2点食らってくとこ、やっぱり。狼ロボはやばい。リマンドされんじゃん。シュッ。消えた。リマンドよりマシか。ロジック入りってことは相手のデッキ探査生物入ってないかもね。確かにいいこと言う。プロがおる。いらん。稲妻いらんのちゃう。これ瞬章でもハマるな。まあええか。トーラバやめとこう。クリーチャーさえ引ければあとは。勝てる気せえへん。どんどん手札減ってくけど大丈夫？めちゃめちゃ捨てよ。これは今じゃない。墓地がえらいことになってる。このデッキ即やり抜いたら復讐つた戻ってこれへんのじゃう。手札いや、そこのあの速走2枚抜いてグリムラバンサー入れてるので、ダムネ打たれる展開にならなそうですけどね。この質問付きも捨ててもいいぐらいですね。通らないと思うんで。速走抜いた代わりにグリムラバンサー入れてるんで、まあ、枚数自体はね変わってないですよ。メインロードと王なんか。これはわこ優勝おめでとう。おじゃないが、わこはまち、お疲れ様です。丁寧に除去されるのかな、これ。墓地は手札。その動きはさすがに強ない。でもこれ、とりあえず定位置なんで、あれされたら、とりあえずクリック、何だったっけ、赤黒コマンドで。でタムトグ特有のお疲れ様です。丁寧に除去。無どのくらい勝ったん。勝率、あ、なんか熟された。勝率5割ですよ。
これでも春章プッシュで死にそうやな。あ、すぐ撃たれるまでも。丁寧に除去、そんなにおかしい？死に耐えてしまった。もう一万のあれば。じゃあ雑な除去ってどんなんよ。雑な除去はあるじゃないですか。手札の除去全部適当に連打っていうのはだいぶ雑な除去だと思いますよ。なんや丁寧に除去ってゆっくり1枚ずつマナ倒すんか。いや1枚ずつ丁寧にってことですね。別に仕草の話じゃないと思いますよ。動作自体は雑やと思いますよ。雑連打は雑除去感ある。彷徨う者一体に。表現の質かったら雑ですね。自分のクリーチャー2体巻き込んでパイログラズムって相手が1体殺すとかだいぶ雑ですよ。除去仕草道徳の教科書に載せよう。頼む。絶対あれ構えてるやん。絶対アワオ X 構えてるやん。これあるやん絶対。嫌い。マナリーク。マナリーク入ってんのかな。春章。だいぶややこしい番になっちまった。てかまあこれもあるしな。どっちも通したものの、まあミシュラで死ぬことはなくなったけど、まあでももうこれがあるんで、まあわりかしそこまで。むしろ俺がハマったまである。あわあわ出ないし。デッキに盛りなくてくさ。デッキにはありますよ。え、落ちてる？小田急は OX 持ってなかったのか。あれ落ちてなかった。やっぱりサイドの森いるな。墓地見て。え、墓地落ちてる？自分で捨てない限りは落ちんでしょ。よっ。大丈夫っす。大丈夫っす。あ、森は。デッキにあります。1枚だけ。30、まあコル打つとして30分の1ぐらいで引きます。どついた方がいいんかな。よう分からへんな。1点ずついったらそのうちまくられそうな気するんだけど、2体どついてもよかったんかな。やっぱり黒力戦に出てる場合ではなかったか。1体に取ってたら威迫軍団でいける。クリチャー引かん。笑うわ。惜しい。惜しい。惜しいちゃうやん。ミスった。ミスったし、復讐座帰ってこれたし、無駄吐いちゃうよ。ウエスは
和子です。いいや、次のターンでいいや。すれば2体出るやん。ミスター。北本さんの着実に近づいてる気がする。この惜しいっていうのに騙された。復習図戻ってこれたやん。たついでに肉寿司行ってきたわ。こう確かに死んだし。はあ、ありえんミスしててくさ。え、よくやるよ俺は。奇跡起これ、稲妻引け、引くかよ、ね。まあ俺のこの店日常茶飯事やから。ハマチよくやる、よくやる、頻繁にやる、むしろ。肉寿司を食うことだけでしかアイデンティティを保持できない満強もおるな。もう一体起動したら。アンステ、確かにもう一体起動したら。アンステ、とりあえず黒力戦では380円ぐらいちゃう、知らんけど。アンステ13,608円なんで、まあ、350円の税金じゃないですか。いや、パックで売ってんのかな。売ってる、売ってる、378円ですわ。ぜひよろしくお願いします。僕が向いちゃうとね、ビッグマジックの、ビッグマジックのパックから土地の買い取りがパック代になってくさ。ハレルヤよりだいぶ安い。そうですね、出ていいかどうか知らんけど、メインになったんじゃん。まあいいや。パック向き業者になれるやん。メインが最強やからな。幻滅しました。ホビステのファンになります。どういうこと。通りの悪霊ってなんで入ってるん。130へのレス、みんなには見えていないコメントだよ。これですか、あのあれ、あいつがいるからですね。ゴマナ44がいるからです。そらほっとう、俺のためよ。レイマナでカード捨てれるからな。ノーコストで捨てられて沼渡れて以来、沼渡れて出ない、出ないです。きつそう、場には出ない。土地18なんでね、やっぱランド1キープやばかったかな。いけそうだから言ったけど、1丸いっぱいだったし。終わったか。多分終わりましたね。ちょっときついっす。さすがにこのデッキでも先手1ランドキープは怪しかったな。そうですね、サイクリングあったんでキープしたんですけど。タケヒロが負けるなんて。よう負けるよ。どうしよっかな。沈むの月は通らんからいらんか。ハマチなんやかんやで勝つやろ。どうやろう。そういやプロツアーは次回。プロツアー次回ですよ。ハマチ契約公開まだ？契約公開、無事1年契約をもぎ取りました。1年契約かどうかは知らんけど。
年俸はプトコレで出るの出るわけない。オリックスの伊藤保有したらしいけど大丈夫？大丈夫でしょ。ブムプロ入りたいんだけど入っていい？勝手に入ってみたいんじゃん。実質もう勝ちみたいなもんや。プッシュやったらやばいかな。プッシュなかったら12点入るけど。ハマチビッグマジックに対して誠意は言葉でなく金額って言ったって本当？いけるいける、ない前提じゃないと勝てない。とりあえず一発打とう。いけるいける。何もありません。もう僕何もありません。勝ったな。プシュないやん。優勝。プシュないやん。青駒捨てられてる？捨てられてはないかな、これ。あれか。なんか引け。お、マナがたマナがない。マナがない。よし、フラッシュバックや。これか。難しいな。まあいいか。マンドリルなんか出し今あんのかな。次復讐ズタ走らす？そんなわけないか。グリチャ引くやろ。いや引くでしょグリチャ。やばい、やばいかな。まだ大丈夫。まだやばない。起動されたらやばい。起動されたらほんまにやばい。ハンド。お、いやでもな、ルーティングあるもんな。ルーティングないんか。お、ないのが功を奏した。来たんちゃうこれ。マンドリル号、今の相手甘えたわな。カウンターされるかな。俺も行かなしゃあないからね。まあリムーブでしょうこれは。乗り込め。さすがに黒ボム起動でしょう。うん、おや早くして僕に言わないで。マナ構えるにしても黒マナ払わずに起動すりゃよかったのにね。ハマチの写真のルーティングって何かのブロモなの？早くしてニキオフスオフス。ん？なんか出たけど。何これ青命令すんのかな？あ、ホロ、青命令オールタップから、滅び打って起動ちゃう？勝ちでいいか？手を黒。そんなわけないか。でもこれオールタップでしょ、多分。青命令。バウンス？バウンスとオールタップって何？何狙いなんこれ？パニック。起動、はい。はい。で？相手のプレイがかなり怪しめ。あ？いや、引きつつ。え、でもダムネーションつまんのないしな。なんや。アンガーかな。アンガーか。確かにアンガーや。どうしても引きたかったんかな。 1,2,3,4,5 マナ足り。
削っていた。ミシェルズ殴ってこない。まあ負けそうなの、割と最初から負けそうやったしね。相手のプレイ怪しいとか言ったやつ、わらわら。間違えた。うん。何？あ、ヒーローサンホール。いや実際よくわからんかったし。ゴーア族くん白身のビートの構え。死にました、ゴーア族さん。負け。三。てか三じゃない、死んでるわ。すごい。相手うまかったね。ようわからんかったけど。極上の演技で勝ちやん。極上の演技。は。ハマチまあまあ負けるでしょう。相手の手札見えないのにプレイ指摘するのはおかしい。まあね、ハンドアンガーならあのプレイであってだし。まあまあいいんじゃないおかしいぞハマチ。まあ何でもいいんじゃないですか。マリガンしてるよ、いいよ。おばちゃん？バーデン。勝った時は帰り見ないがいた。僕負けたで今。一切主将に許しを与えるハマチさん。難しい。最大効率だけを求めてるけど。これやると映るものが出えへんねんな。捨てようか。だいぶいらんけどな。捨てたのか。噛み合わんな。捨てたろかなっていう思いがだいぶ強いけど、こっちの方がいいんかな。兄弟かいらんやろ。なんか珍しいくあるチャーガに体もいる。兄弟かいらんかな。じゃあ兄弟か信じよう。兄弟かいらん信じよう。捨てても良さげではあるが。捨てよ。今俺エンドそうなった。まあマンドリル出したら強大化打てないんで、強大化でいいか。マンドリルと強大化は共存できなさそう。そうですね、どっちも打つことはほぼ無理ですね。どっちかじゃないと。視聴者を信じるハマチ、視聴者を疑うリュウジ、どうして差がついたか。リュウジは、リュウジはまあ神話に関してはね、うまいですからね。スタンダードは僕見たことないんでわかんないですけど。ハマチは狼に育てられたからな。俺はリュウジを疑ってるよ。でもリュウジ最近結構買ってるからね。別に信じてもなさそうだけど。そういうことを言ったら、ま、ややこしになるでしょ。え、何これ、サヒーリちゃん。
トラブイスーバンされたってほんま？ほんまです、それはほんまです。なんでなの？4、なんでなんでしょうね。え、リュウジバン、リュウジはバンされてないですよ。リュウジは今のところ大丈夫です。視聴者を疑ってる時、視聴者もまたリュウジを疑っているのだ。セクハラ。賞味期限大丈夫？バンされんぞ、そんなやったら。噛み合わんぞ。今までバンされたプレイヤーでドラフトしたらトラビスは初手。どういうこと？一番強いってこと？日本人も 6-7 人バンされてたよね。全然知らん人やけど。まあそうですね、日本人も6人ぐらいいますね。まあシャッフル不十分とか、まあイカ様だとか、そういうのじゃないですか多分。僕も全員してるわけじゃない。まあそうですよね。イカ様ランチ。終わり？これって終わってる？これ決まってる？これ決まってる？これ決まってるな。決まってるやつやなこれ。不十分ではサスペンドは出ないから組み込みイカ様やね。決まってるな。大阪に一人いた。もう終わりだね。終わり。決まってるな。そりゃ決まってるよ。決まり。どうしたらいいですかね。ラバーマンさん強そうやな。クリックミスれミスれ。そんな勝ち方で勝ってもな。視聴者を信じるな。まだいけるかもしれん。いやもう見た、ぼーっと見てたらあれ負けてるってなったから、もういいです。嫌い。みんな嫌い、みんな嫌いじゃないけど。清原決まってるってマジ？清原は決めてました。何抜こうかな。まだ助かる、まだ助かる。やらんで。一応言うとくけど、そのペロキドンやったら勝ってたな。僕このカード嫌いなんやけど。前回グプ東京エイド入った人もサスペンドらしいね。なんかスペイン人か誰かなんですよね確か。どっからそんなん見つけてきたのね、あの男は。ほんまやっぱこれちゃう？このカードめっちゃ嫌いなんやけど。そのカードはドレッジだと先捨てがメリット。そう、ドレッジやったらね強いけど、他人の不幸で飯を食う男。このデッキサスペンドで賞金返還。いや大丈夫、何もないですよ別に。ワールドチャンピオンとかプロツアー優勝後にサスペンドやっても別にいない。確かに聞きましたとか、そんなもんね冷静に考えて分かれよって話やんね。来た来た、ほんますぐこういうさ、もう意味わからんハンド来るからさ。このデッキ一旦目ラバーマン勝ちちゃう。俺普通にフェッチおかんと山から行きそうだったわ。間違えた気がする。こういうハンドマジ？これハンド、こういうハンドよく来るから。ドブンチャンスハンド。熟読2枚あるしキープでいいよ。このままやとリミテイカの前。いやいやいや、極楽鳥除去れるから。極楽鳥除去ってさ、即速アタックするから。誰が出すねんって話やな。まさか？出てきた。チャンス。今だ。出た。飛び込め。やったか。やったか。兄弟か一生打てなさそう。兄弟か一生というよりも、こいつら、こいつら何？誰これ。何これ、だいぶだいぶうつろになってるけど大丈夫？こいつアンステの土地どう？いっぱい持ってたら将来的に値上がりするかな。熟女のフブなしの、まあ値段次第ですけどね。パック代ぐらいやったら早くアントの再開引いて。
安堵の再開じゃ出ないですからね。それが問題ある。やっぱ2ドロー2ディスからの華麗に回るだろうからどうだろうな。アンステトチ、やばい。背に腹は変えられない。サイクリン。ウーズ役しかないか。フェッチサイクリングからの2点。ホイール引いたら爆アドなんやが。アンステトチ。そうやね。おじさん役だったやん。おじさん役だった。おじさん役だった。丁寧に除去ですね。そう、丁寧に。本屋で満札だっけ。すげえよな。まあでも、アンステーブルの土地あんま出ないらしいですからね。基本地形ホイールは1カートン1枚程度らしい。土地の代わりに蒸気打ちの親分おるからな。あの、それはあんまり出ないみたいですよ。来た、ついに輝けるよ。夢中で頑張る君にエールを。親分フォイル100円ぐらいじゃん。アイマスよりアンスで買う方が儲かりそう。嵐の中で輝いて。ただいま。何してる？よし。売ってるとかやな。ハマチさんは最近輝いてますか？そらそうよ。あたぼうよ。これ諦めよう。立ち上がってびっくりした。ちょっとごめんなさい。ちょっとあの諸事情があったんで。圧倒的すみませんが。売り切れ続出のアンステ、3割引きでも売れないアイマス。売り切れ続出なんや、アンステーブル。アイマスは時期と中身両方が悪い。アイマスより出れます。ラバマンサー強ない。その場所みんな寒い寒い言ってるけど、ハマチは薄着やん。いやいや、僕あの下に暖房つけて今ホットコーヒーを届けてもらったんで。ラバマンが7万、塩分抜いた成果見たらわかるよね。ラバマン無双やな。ラバマン強すぎるな。千枚枠やな。フェリダーちゃんこれ。ラバマン強すぎて相手もうないぽよやな。黒田さんそんな向いたんか、わら。勝ってるか。次のターンはまあ、かかんやらなんやらで勝ってるやろ。黒田さんが7万で向いた？これって土地もアンタップできるんだっけ？そんな強いカードやったっけ？勝てなければ終わりか。強っ、終わった。パスあってもらった。放送で4ボックス向かされたからね。パスなかった。これ聞くかな。ラバーマンサー最強ちゃう？誰グリクスコントロール相手にラバーマンサー入れたん？そういうのじゃないよ、あのカードは。違う違う。はい、アンステーブル売ってます。フォイルもきっと売ってます。550円、全部パック代より高い。ラバマンパニックパニック、やばいやばいやばい。無シリーズで再録されたっけ？ホイール7000円。いや、ラバマンサーはあれっすね、 M12 以来、 M12 と
アーチエネミーニコルボーナスに入ってたんちゃうかな。基本セットにいたよ。 M12 とトーメントとあれですね、今年出たアーチエネミーニコルボーナスかな、あれに入ってたはず。14000、シマホイール、すごい。トークンも、トークンもすごいやん。250円。そろそろエレメンタル。おかしないね。ドミナリアにおいで。業務連絡、誰かエレメンタル売り切れてるってウェブ担当に伝えてくださいこの業務連絡は届くのか。ラン構築済みにも入ってた気がする。あ、ライトニング、ファイヤーライトニング入ってるかな。売り切れてますよ。まだまだ在庫持ってますよ。 BM さんは補充してくださいね。これで、これで、あ、やばいやばい、迷宮入りする。始まってたし、ようお金スキップしよう。あいつまたマリガンしてるやん、かわいそうに。業務連絡したら人が来た、怒られるかな。ラバマンは下環境やるまで強さがわからんかった。ちょっと見よそうやもんね。サイクリン、このターンのサイクリン意味なかったな。絶対ライトニングボルト打つもんな。次のターン中途半端に次のターンにしよう。このターン何引いても打ちそうだったもんね。全く意味のないサイクルになったけど、まあいいや、何も引かなかったし。これで次移ろうものでも引こうもんならもうね、何やったんやと。あのサイクリングは一旦雨の、あの意味のないサイクリングは何やったんやと。サイクリングで稲妻引いた感じになったそう、偽装、普段偽装偽装していこう。でもサイクリングしてなければ次引かないからええやろ。よくわからんけど、これは受けた方がいいか。出る？稲妻打ってペイ2して稲妻打てば出るな。キャスト、キャスト、ノー、ノーキャスト。12殴ってこ。2ターン目44トランプル。どう？ハンド消化しきれへん。いや、2ドロー2ですから。この、なんやこいつら、なんやこのスペル。2ターン目アンコウもあるしまあ。2ターン目チンパンジー。初期スクズかな？相手土地止まって悲しそう。いや、俺も土地止まって悲しいよ。パストユザイルの飛んできたら、まあ、しゃあなし。シャーなし、森なんか入ってないな。まあ、まだ。どっち行くな。二度と引くな。よーし。呪いが効いたな。梅田ヨドバシのスクエニカフェ行った？行ってないですよ。鳥の獅子をもぐなんて卑劣な。
4点入れるために4点削ったね今。早く復習ずつ走らせてくれ。行ってないんや。行ってないですね。くぅ、手羽先と桃か。あと6点、あと6点。下処理は大事。あと6点、あと6点。丁寧にビート。ごめんなさい、ちょっとこのマッチ終わればお手洗いに行きます。寒なってきた。あーん、あーん、いいカードだ。1点足らんな。しゃあないか。勝った。うっ、1にしとっか。1にする意味なんかあったんかな。まあいいか。じゃあ次打てるやん、プラロック。ライフ1相手にプラロックって意味ないけどね。あ、でもあれか、ベロ捨ててきたら、いや、パス構えられてベロ捨てたら終わりやけど、パスはないか。そうそう、それが言いたかった俺は。そう、それが言いたかった。全部言ってくれた、塩津さんが。この単語3兄弟、はい、勝ちました。考えるってことはまだあるのか。3カードやしか来ちゃう。3カードじゃねえ、なかなか勝てないですよ。ごめんなさい、ちょっとお手洗いっていきます。その間皆さん音を小さくしておいてくれた方が多分いいですよ。久々にリュウジさんの声を聞きたいでしょ。はい、入ってきました。新 CM を作ってるんですみませんが、持ってきました。さすがにね、ちょっとあのオチ何年使ってんねんって話で評判も悪いんで、次は不愉快じゃない。まあもちろんきっと作ってんのかな、ちょっとわかんないですけど、ちょっとクレームが相次いでるとは言ってあるんで。パックムキ職人のクム結構好きだったのに流さないので、ね、パックムキ職人ね、長すぎるんですよ。9分ぐらいの長編なんで。ゆうじさんは続投？いや、もう僕は全然わかんないです、その辺は。撮影はしないって言ってたんで、うん、どうなるのちょっとわかんないですけど、まあまあ確かに作ってるらしいんで。てかガラガラガールズはこういう時に呼ばないの？てか彼女はまだいるの？俺に聞かれても知りません。まあでも、どうなの？そもそもまだあの子たちグランプリのブースにいてる？ガラガラヘビ？最近二人とも見てない気がするけど。2人でいいんかな、言う分からへんけど。ハマチってブムの人じゃないの？俺のブーツにゃ。俺のブーツにゃ。いや、僕はまあ BM の人ですけど、あんまり運営部分に関わってないので。ガラガラヘビ？ガラガラヘビ？ガラガラヘビじゃないです。あのガラガラのブースにいる売り子さんの女の子です。トイストーリー。トイストーリーや1だけ見たかな、見たかな、見たか見てないかも覚えてないぐらいですね。おお、これいいんちゃん。
テンション上がるやつじゃん。え、一旦、え、よく見たらランドないけど。一旦目何もせんできへんのか、でも。あかんやんじゃ。次のターンは暴れよじゃ。土地引かなあかんけど。マジで何も考えてなかったけど、ほんまにエンドでよかったこのターン。そう、割とやばそうだけど。いやもう僕土地にもう一枚あると思ってて秒キープしたけど。土地ないんよね。フェイスレスルーティングさえ。出してもよかったんかな。最大効率だけを考えてたっていう僕の欠点が。相手グーはこれは速度負けですね。ランド引け、頼む、ランド終了、解散。ランド引いたらこれ、これからの復讐ズタで大逆転やったんやけど、解散。いや道を見とくか、何があるか分からへん世の中。は、ハマチー本日の強いね。緑色の猿って強い？結構強いですよ、結構出るんですけど。いやまだ分からん、まだ稲妻引けば勝利の女神は我にありかもしれない。解散。んなわけないな。こんばんは。こんばんは。このデッキ強い？このデッキは今11です。強いか弱いか間違えた。だからこのカード嫌いなほんま。なんで俺らの2枚やと思ってキープしたの今。分回ったら強い。そう、分回ったら異常に強いよ、間違いない。何抜こう、1枚ディスメンバー別に1枚でいいか、これでいいか。さっきの反省をもとにダーバーマンサーを入れたので探査スペルを抜きました。鼻水出るけど何これ、これやばいかな。土地18です。これさすがにやばいよね、これはやばいよね、これやばいよね。分回ったら強い。これやばいよ、やばいよっていうやつじゃん。真意。これシャレならんぐらいやばいんちゃう。何もしない反対。これ、もうほんまにやばいよね、多分。やばそう。俺、今、やばいって何回言ったかわからんぐらいやばそうよね。お願いします。いけるいける。いや、いけへんやろ、絶対。これや。もろた。これはもう駆動ハンドや。土地さんでキープできないデッキがあるらしい。まあ土地さんでキープできないデッキは結構あるんじゃない。いっぱいありそうだけど。上でグリクスコントロールも土地さん稲妻4とか来てもうたらマリガンちゃうの。よう知らんけどキープすんのかな。これはキープするけど。え、土地あっても他のスペル次第でマリガンなんていくらでもあるやろ、わら。次のターンにしよう。次のターン全速全開いい湯加減しよう。土地7でキープするデッキもあるらしい。むちゃくちゃするやん。相手も分やね。分なんかな。頼む、ペイ2来い、ペイ2来い。
ブンブブブン。惜しい。全力全開いい湯加減はさすがに振るない。はい。キャスト。ブンブンハローハマチューブ。何元ネタか分からへんぞ。なんや。こっちは飛行止まらんしな。まあ、これだけやったらまだ。これだけやったらまだいける。6点でしょ、だって。ゴブリンガイドよりおじさんの6点ちゃう、3点やろ。なんもなければいけるけど。これぐらいっていけそうやな。その44ってシールドするとすぐに2枚くらい出るんだけど、なんで？あれ、フェイスレスリーティングどっか行ってまう。しゃあない。背に腹は変えられへん。違う。あかんやん。さっきフェイスレスリーティングが打たなかんの？諦めが大事。さっきフェイスレスリーティング打たなかんのか。僕は一時期からデシュのリミテやると1枚はカンバール引いてました。カンバールもサイドの常連のいいカードよね。4、5点、11。え、次死ぬ、まさか。次死ぬやん。何してるん。次もう死ぬやん。いや、終わったけど。早っ。弱っ。まさかあんなすぐ死ぬとは。予想外。カンバール。相手も分でしたね。勝率5割。どこ。いやいや、まだ分からない。次勝てば5割やから。神話より高速な動きが求められたから。今のはちょっとね、俺は悪くない。言い張る。僕は悪くない。早く終わった方がさ、もう一回できるやん。だって素敵やん。泣いてまうけどな。なんでこんな、なんか残念な話。視聴者投稿のレシピ回さないんですか。僕は募集してないんでね。別にそれ回す。もう1回このデッキでやる。いや、さすがにこのデッキ2回もやってるほどみんなも暇じゃないでしょ。何しよっかな。モダンするかスタンするか。一応来週ファイナルズあるんでスタンはしてもいいですけど、ただスタン人気ないんで。はい。そこに気づかれるとは。また意味わかんないですからね。これにだってゴブリンガール直送入ってるんですよ。モダン、やっぱモダン。スタンはね、人気ないですよね。それまあフライデー0人のあたりでね、大体分かってたんですけど。モダンが最近話題の青タン予言によりリビングエンドは。あれ割れば割れるか。言うな。スローバックあんの。今日は病気なる病気なる。いらねえ。絶対一枚でいい。ドリード支部からですか。オフ会レイニン。スタンは何使っても勝てるゲームじゃないからね。飽きる人は飽きる。プロモがトークンじゃしゃあない。ホタコみたいな内部資源もあるのに。ホタコ
ほだこ？かすめ取り。かすめ取り？どういうこと、どういうこと？それをプロモにしたらってこと？かす、あ、2マナ1にやね、多分。そいつをプロモにしたらいいのにってことかな。そういう解釈で合ってますか。ウィザーズさんはプロモ目的の人には興味ないんやろ。プロもまた普通のカードに戻りそうな予感。まあそうですね、多分フライデー絶対世界的に人減ってると思うんで。トークンよりカードの方が得すると思ったんですわ。それは僕もそう思います。そらそうです。トークンも別に1ヶ月だけならまあまあ正直良かったかもしれないですけど、ずっとでしょ。それずっとやったら嫌、ね、嫌やわね。そりゃ先週もらったしってなるもん。ウィザーズはプロモがなくても客足に変化はないって声明出してたんだよな。アホか、トークンばっかは嫌ね。そう、3ヶ月変わらんのもなぁ。いやぁ、イラストも一緒のトークンは大して嬉しくなかった。それかショーダウンに移行するのか。ゴブリンガイドとなんか相手のランタンとかいろいろ噛み合ってるけど、あもうインチキしちゃう今の。さすがに今んとこ盤面干渉するからゼロっすからね。海外だとどうなんだろう。デッキ自体インチキだから。これ青青青青青青 XX 飛んでくる。ななめちゃん罠発されんじゃん。罠発されても2が殴れるか。なんやね。で、罠橋持ってこられて、前にゴブリンガイドは殴れるか。ストリートファイターはまだですか？ストリートファイターないですね。出してもしゃあないしな。サイクリングしよっかな。こんなん出してもしゃあないしな。もうストリートファイターハマチ。プロ力戦はさすがにいらん。暴力はあかんで、作曲の方はうまくいってますか。作曲の方は順調。とりあえずあれか、あれあれ対策にあれがあれで、これやラバマン強いで。そうっすね、罠橋でモードでも大丈夫。やはりやはりこいつか。アジカンのボーカルの人って作曲もやってる。作曲やってますよ。こいつは殴られへんからな。こっちは止まるか。
1マナで3ドロー3ディスするスペルあったよね。あれつむきない？ランダムディスカードですか？ランダムディスカードなんやん。ランダムはな、ちょっと多分赤黒の方が強いと思うんですよ、あれ入れるなら。無トグやってるんだから作曲ぐらいやってるよ。とりあえず僕の嫌いなカード抜いて。燃え立つ調査はさすがにな。うん。あんま好きになれんな。ライトニングボルトも再していらんな。絶対こっちの方がいらんか。こうするか。マンドリルいらんか。こうの方がいいな、多分。兄弟かワンチャンスだけあるからな。森入れんの生徒。オッケー押してから何回変えんねんって話。しゃ、飛び込め。なんか引け。お、引いた。速走いらんか。ライトニングボルトと強大化でいいか。素直に。勝ったか。やったか。まだ早いんちゃう。やっぱり。危ない、今速走殴り合わせるとこだった。びっくりした。青、白い歯見せたらイカれるで。いや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 、見せよ。心情張りに見せたろ。緑発生か。10点4。茶番出るし大丈夫やろ。捨てたくないけどな。いいか。心情は差し歯やん。コジレックやとちょっと恨めるけど、まあいいやろ。さすがに買ったでしょ、罠は勝利ともね。どつけるしね。新庄って海外住んでんじゃん、まず。さすが1ターミ44。まあ先手やったしね。後手やったらちょっと違ったかもしれないけど。頼む。強いハンド。やっぱ1ターミ44やな。1ターミ4444復讐図さんの動きがやっぱセンスを感じるね。
それで負けてたらさすがにこのデッキ勝ち目ない。395へのレッスン。そうやね。みんなには見えていないコメントだよ。新庄さん岡間タレントみたいになってたよね。そうなん。なんか引け。お、引いた。新庄つい先日テレビで見たけどノリで正形してたよ。昔から結構お姉っぽいところはあった。これあれか、普通にパッと見これ全くいらんけど、ハンデス食らった時にクリシャン抜かれたら復讐座戻ってこうへんなるから置いとかなあかんのか。難しいね。そんな心配はゴム用やったかな。物あさり捨ててよかった気もするが。物あさりでもよかった。俺のライフもう10人しかないけど、どうなってるの。しないんちゃう。やばい、ハンデされた。よかろう。何かペイライフ多いから黒足してデスシャドウ入れたくなるね。そうですね。貼ったんちゃう？ラスゴとか入ってないよね？入ってんの？クリームアボイドって、あ、ってことな、あ、罠はしょっけ。罠はしょってもしゃあないか。2はいける ?1、2、3、ちょうどや。買った。買った。22や、勝率5割。次勝てばチェストやで。頑張ろう。頑張っていこう。確かに物忘れしててよかったかもね、あの場ね。頼む、勝たしてくれ。なんかわちゃわちゃしてんな。多分盛り上がってきたかな。なんや、青黒フェッチ。デッキが勝ちたがっている。マリガン分取り戻されたけど。やばい、ハンデスクラブ。冷え、何されるやろ。さすがにフェイスレスルーティンかな。さすがに即走。ダイヤが俺に輝けとなんたらかんたら。
マンドリルやったらええのにな。マンドリルやったら俺のプレイ難しなるか。なんかこの辺やったらさ、適当に捨てられたやつ覗いてプレイしたいやんか。マンドリル捨てられたら何プレイしようってなるか難しいよね。多分対戦相手もね、俺の反応って何やねんってなってる。赤バーンちゃうんかいってなってる。多分何これってなってる可能性はある。あんまモダンやってない人なら、あんまモダンやってない人やったら何これってなってるはず。ちなみに俺もこのハンド見て何これってなってるからね。あ、マンドリルや、難しい。速走置いて、速走置いて、速走置いて通道通じつったら44引いた時出せへん。ただ加減して1点増える。難しいな。とりあえずルーティングするか。4引きそう。下打ちしてまうわ、こんなん。なんやねん。難しい。速走、速走いらんじゃん。ランドはいらんか。またドローされた。グリクスでした。どうかな。ハマチはマドリード行ってないん。行ってないですよ。タックン頑張れ。タックン頑張ろう。でしたどう来た。超えられへんけど。おムムは海外に点出さないの。タックンって誰？多分僕です。で呼ばれたこと結構ある。結構はないですけど、まあ、あることはあります。捨てる？捨てちゃえ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 。もうなんなん。明日のグムクは来るん？明日のゲームシーン行かないですよ。もうなんなん。土地18やで。1,2,3,4 あと14枚しかなかったんやで。土地3枚はさすがに大草原。いやもうさすがに草やで。こんなあ、でもあと6しかないやん。これだから先捨ては。お、3点は確定した。4点か。頑固な否認ケアしといた方がいい。しどくか。どうせ土地捨てるもんな。どっちかプッシュされたらプラルク打ちます。あ、やばい、ついにデッシャーと引かれた。いけるんとちゃう。ケアしないっしょ。デッシャドウ引かれたんやったら、引かれるぐらいやったらフェッチするか。頑固な否認打たれてもね、これなら5点あるんで。イエーイ。なんやねんこれ。土地3枚引くスペルやったんけ。さすがに相手がマグロだった。そういうこと言わない。
森、あ、そう森ね。ラバマンサーよ、ラバマンサーいらん。ハマチさんはマグロですか？ハマチさんはハマチさんです。マグロではないです。ラバマンサーと即答ってどっちがいらんことやけど。さあみんなで考えよう。これ一枚抜くか。渋いおっさん。渋いおっさん？俺？僕ハマチさんです。なんでハマチ？僕ハマチちゃんっていうなんかあったよね昔。ラバマン。なんかウイルスみたいなやつ。そら即やりじゃない？え？やばいやばい。2秒で逆のこと言われた。10面のこと渋いおっさんって呼んでる。あ、10面ね。なんや。褒められたかと思った。渋いおっさんって。そんなわけないよな。おっさんじゃないもんな。渋くはないとかも決して言わへんから自分で。ハマチさんは渋い兄ちゃん。そうですか。ありがとうございます。もっとちゃんとボケて。ラバマンさん、ね、え、ちゃうちゃうちゃう。泣かないで、渋い男って言われたら嬉しい。あと10年後に言われたら嬉しいかも。ちょっとまだ31ではね。31ではね。ハマチさん32歳、ね、31です。え、1です多分。86年前です。ちょっと計算してください。多分に1です。ちょっと30超えたら年齢は、30超えたら年齢はね数えてないんで全然サイトのこと考えてないよ。32歳感がすごくある。なんで31やで、まあ、変わらんやろ。31これでいい。えらい抜いてるな。速走時間そろそろないよ。あと10秒。ハマチさん吉祥寺で古着売ってそう。あれいけるんちゃう。漫画の朗読とかやっていけんちゃう。東方力丸やっていけんちゃう。ストレースレース、ストリートレースで、これあれか、キープしたらいいけど、ハンデスで落とされるんか。見に行くわ。痛めてるやんと。あ、違うよ、大丈夫。結局どっち抜いたの？速走に抜きました、確か。多分。ストリートレースで、ホロー1と、2ドロー2で引いて、そこからベンジ前で引けば、まず一発目。シュッ。ハンデス来ても新聞なら当てだったし。はぁん？あぁん？威圧感丸。お腹鳴った。バナナ食おう。これ3人したバナナ食おう。草草の草、そんなことはしてないやろ。そんな笑われるようなことはしてないはずや。あ、血止めの月抜かれる。そこそうかな。相手のミート落ちるやん。ミート？ミート落ちてないであんまり。ミートくん。何抜くんやろね、これ、ハンデス。月も抜み。アンコウです。キャー。アンコウか。アンコウか。墓地なくなってもうた。午後に勝てないよ。ニョン、あいつはしより強くね。そこそ殴ってみる。さすがに1体に取られた負けかな。とりあえずエンドするか。悲しみ乗り越え突き進め。お、オリックスのチャンステーマや。何肉派？なあ、何やろ。
牛ではないね。鶏肉結構好きやけど豚も好きやし、あの宇田とスンタの応援歌は好きです。シュンタ、え、あゆち、え、マジでこれいいんちゃう、これだいぶラッキーちゃう。俺11からデッシャドウちゃん、11からデッシャドウはちょっとつらいな。これ稲妻打って死ぬかな。打ってみるか。モノは試し。がんこちゃん、はいはい、4になった。死ななかった。サージカルか、ちょっと辛いな。ホロワン引きたないし抜いてくれて全然いいんやけど。なるほどな。まあ11交換だからそこまで致命傷ではないか。まあまあカウンターされたと思えば、まあ、頑固な否認があるかないかがでかいですね。まああんま意味のない。お、そんなことよりもディスメンバーを引いてきた方が嬉しいが、いや僕タバコ吸わないですよ。ちゃんと見られてるしな。どうしようかな。もうない？乗り込むか。行け。行け。頼む。まだなんかあんのか。頑固な否認か。そうやってよ。そらな、頑固な日にやったらええわ。自動につけても消えたし、ディスメンバー打つのは今しかなかったからね。こうなるから、コラコマ、タシブル、うわむずい。次のプロ優勝する予定？それはね、出るからにはね、優勝狙いですよね。ブロックしてライフ1、44を1マナで出してキャッキャはしゃいでる場合ではない。相手のレシオ、負けちまった。お腹減った。ターゲットプレイヤーじゃん、これ U やった。ターゲットプレイヤーやったらデッシャドウ一網打尽できるやんと思ったのに。先手足即走しいな。サイズ負けだな。そうですね、なんで負けてしまうん。なんでと言われましても、
っかな。プッシュされるやつらはな、月いらん、いや月はいるんじゃない、先手でいると思うよ。やっぱ即そうな気するが、月は最速で張ったら勝てるし、まあこれも結構言いそうやったしね。ここかマンドリルも1減らすか、これでいきましょう。いやいけそうやけど、いけそうやけどあかんよこんなん。マンドリルってオス？オスであってほしい。ちょいるな。さすがに黒力戦キープではなかった。ドレッジやったらね、いや無理、さすがに無理やな。どうしようかな、ランド入れとこうかな。ランドは引いとくか。ランドは引いといた方がいいか。いい感じ、いい感じやで、墓地は。ただコジデックでグリムラバーマンさん抜かれたら、僕のマンドリル出したろうかな。優勝しそうな動き。これでもマンドリル出すな。森でもいいけど、森はいらんか。横浜ファンバリに優勝してんな。マンドリル出そう。森で大丈夫か。浜地さん質問いいですか。はい。はい、稲妻よりも土地の方が良かったかな。好きな食べ物と嫌いな食べ物は何ですか。嘘でしょ。好きな食べ物はお寿司です。お見合いかな。嫌いな食べ物は梅干しです。以上です。質問タイム終わります。よく見たら僕の手1枚しかないです。ありがとうございました。参考になりました。いやいや違う人やで、君質問してるとちゃうで。そういうの知ってるからな俺は。何やねん、わら、何の参考やねん。いや騙されたらあかんだよ、違う人やで。ところでさ、どうやって勝つのこれ。ハマチは賢いな。どうやって勝ちますの。そうなんや。はい、そうです。空殴って稲妻本体よ。まあ、プッシュでしないからね。どこが嫌いなの。どこが嫌い、味。お腹やったよ。マンドリル出すだけで息切れした。酸っぱいもの全般的にダメなの。リュウジの握ったお寿司は好きですか。塩の味嫌い。リュウジの握ったお寿司は嫌いです。ザギン前初めて言った。あ、そうなんですか。
ホローブアインってマンドリルいるの？寿司って言っても握りとかチラシとかいろいろあるけど、どれが好き？握りかな。チラシはね、あんまり。てか前にブムライブがあった頃に食ってなかったっけ、村江寿司。ほんまそれな。あれは罰ゲーム的な。ほんま腹立つカード来た。稲荷と薪もあるぞ。押し寿司とかいう空気。俺にワンちゃんはあるのか。俺もいるぜ。アンコウには勝てなかったよ。こうチャンプせな死ぬ。サイズがね。これマンドリルじゃなくてアンコウとデスシャドウじゃあかんの？いや、いいですよ。はい、それを言っちゃおしめようってやつですよ。何だった何だった、ここブロックせな、僕行ってまうよね。やはり赤黒のがええな。ホローブアイン組んでるけど、エメッサリー、奇襲隊のコンビの方が良くない？ワンちゃんと猫ちゃんどっち派？スタがね。僕、犬派ですね。サンドカラーにしよう。柴犬派です。まあ、赤黒のデッシャドウ型の方が強いと思うんですよね。MMM 買ってた、良いか、最位か言うか分かんないですけど、上位にいたのも赤黒ディスカードやったんで。ベクの聖騎士入れればデスシャドウ貫通できない？何ベクの聖騎士って、ベクパラ？ベクパラ確かに完封できるけど、柴犬とか渋いな。柴犬めっちゃ可愛いないですか。わかる。これ多分ブロックセナ、僕やばいやつですよね。場で死んでるな。ブロックセナ王道やって白ダブ出すんや。マナモル入れるんか。マナモルとどっちが可愛い。柴犬は割と神経質で飼いがたいらしい。奇跡起こそう。このデッキに燃え立つ復讐は入らない。奇跡起こそう。クリーチャー引こう。1万のクリーチャー引こう。奇跡は起こらん。これ一応フラッシュボックスじゃない？そんなことないか。やっぱ無理でしたね。燃えた調査はね、負けた負けた。バナナだよ、バナナ。バナナタイムや。バナナ食べますわ。お腹減って仕方がない。バナナマンハマチ。いやー、ダメでしたね。それそれ。燃えたつ調査は2マイナス3とか切れそう。浜地さんこんばんは。こんばんは。こんばんはってさ、最初からいてくれてるやん。何しよっか、モダン。うん、結構出来あるで、なんか知らんけど。もう見たないわ、こんなん。見とうない。トライバルとは違うな。燃えたつ調査はドレッジと違って何落ちてもいいわけじゃない。違わせないんですよ。違う違う。浜地さんこんばんは。こんばんは。あなた多分この動画で一番先にコメントくれてきてる。浜地さんってカッコ不罰？カッコ不罰って何？カッコ不罰の意味。モダンの他デッキないの？カッコ不罰。意志や精神などしっかりとして動じない様、また固く定まって変えることができない様。これ悪口やな。え？動じない様ってなんか、おかっこいいこと言ってるやんと思ったら、考えが固いみたいなこと言われてるんだけど、どっちや？まあ、無理。器用とかイブとか言われても困る。悪口なの？文脈による。どうやろう。
ハレルヤガールズとかいう新ユニット来てるやん。前回言ってなかったっけ？これ前回したな。ローリさんが作ったやつやな。エスパーコントロール。ハマチはブレない男ってことやろ。頑固親父やん。エルドラージタックス。賞味期限切れそう。これ いつのデッキなのね。回したことあるんかな放送で。あんま覚えてないけど、回したっけこれ。賞味期限大丈夫かね。その、ま、回したことが覚えてないぐらいの。これは回したね。赤黒ディスカード。だいぶ前のレシピなんでこんなん入ってますけど。アブザン。腹ボコボコで笑った。青ターン予言によりリビングエンドは。むっちゃ押せやん。リビングエンド持ってないんちゃう俺。白黒トークン。バントエルドラージ。浜地さんの賞味期限はいつ？バントエルドラージいつのやねんって感じ。いや俺の賞味期限聞かんといてや。こんばんは。リビングエンド。ないですね。リビングエンド、リビングエンドないっすわ。ね、無職への情熱が燃え尽きた時よ。こんばんは。うなきんで一されるバントエルドラージ全く見ないね。そうですね。クーヤンかなんかもう言ってましたね。最近見ないみたいな。いつのデッキやねんなこれ。言うても2時間経つの。今日クーヤンさん海外。今日クーヤンさん海外です。クーヤンさんは今バルセロナで仕事してるらしいです。エルドラトロンの劣化やん。そうですね。そう言われる。大阪の僕まだバナナ食い終わってないんですよ。人いたよね、バネル。うん、全然知らん。いたっけ？バルセロナでよ。あたんたんかな。全然覚えてないわ。福バルセロナ。クーヤンクルラスの騎士めっちゃ売ってるやん。ユウジさん放火ってマジ？ユウジさん放火寸前やったんでしょ。クルラスの騎士はまあビッグマジックに山ほどあったんで多分持ってきました。最近クーヤン太って見えるけどハマチさんから見てどう？ユウジさんがいるんでね。でもクーヤンなんかむっちゃ食ってた。なんか一晩で3食食ったみたいな話してたよ。そりゃ太るよね。無でさせてもらえたりブブの休み都合してもらえたりブムって結構ホワイトやね。ビーマン結構ホワイトっすよ。多分コンセントの規格間違えそうになったんやろな。リュウジありそう。リュウジやからね。もう火沸かしながら寝そうやん。バーンとかたまには回してみる。僕モダンのバーンほとんど回したことないですけど。青赤ブリーチとかどう？青赤ブリーチ。なんかそういう変わり者デッキ回さんとあかんのかな。どうなってしまうんや。ユージさんってイケメンだけど気さくだね。ユージほんま頭ユージやな。クルラスって誰や。こんなカード知らん。真面目な話。シャドウムアのユージさんよりクーヤンさんの方が顔でかく見える。回してよ。回そうか。じゃあゼロしよ。バーンでいいんかな。バーン、バーン、バーン。僕まだバーンほとんどね、使ったことないんですよね。2回大会出て、カードボックスオープンと BMO 出て、02と13、02、12、14かな、通算、モダンのバーン。全く勝てないんですよね。向いてない。先手1ターン目即走台かなくて動いて、バラクートの2ライフ14残って負けた気がする。アシカンから家もなんか海外高いですよ。それだけですよ。別に使われてるとかそういうのではないと思います。ハマチとナデシコ頑張れ。ナデシコ規模でかいな。バリ大陥落強い。バロンガ大陥落。いや今は知らないです。僕最後に使ったのもう半年前なんで。友人にバーン渡されてドロップしたらしいね。まあおもんないって言ってました。トップレアでも1000円以下。ハマチさんはダルカレットのイメージ強いからバーンそんなバンステーは。そうですね。トップラス1000円いかないんじゃないですか。ウルザでしょ多分。800円ぐらいじゃます。別に光ったらでかいですけど、まあ、あと安定して土地が入ってるんでこれにしようか。モダンピーディング抜けてるっぽいし。シマホイル10000円やぞ。そうですね。まあでもカートン位置らしいですから。さっきコメントもらったとこによると
迷子。バーン何回試しても勝てないから上手い人のバーンみたい。いや僕14ですよ。8万超えるってマジ。はっきり言って異常だ。アンステは資産的な話したら土地目当てでしょ。そうですね。おそらく9割8分ぐらいの人が。いやそんなことないか。8割ぐらいちゃう。何これ。あれ俺今ダウンロードせんかった。デスクトップの画面にはおるんかな。デスクトップ。これか。シマフォイルは5カートンに1枚だから1万はわからんでもない。全部ある、全部ありそう。行くか。コンペティティブモダン。動物園と海遊館ならどっちが好き？アンスデの土地は5年も温めれば500円超え安定だから金ある人はパック温めとく。アンステは土地もだけど地味にトークンも欲しい。あ、そうです。トークンもいいですね。人気あるんですね。いた？いた？え、それは取り切りなら土地ピックいたでしょ、それは。まあ、フォイルか。レアフォイルの軒並み高いらしいですけどね。あのしょでも、どうするするならね、800円ぐらいちゃいます。ユージトークンもそのうち高くなる。ユージトークンも温めといてください。強そう。メインボードって赤緑いるんかな。浜地さん基本地形グルだからアンステ土地は興味なし。買ったな風呂。メインは赤白でいいんか。つんよ。じゃあ山でいいやん。いらんわず。おやばい、エルドラジア相性悪いと噂の。当たるかは なかったっす。今見たら大観楽弱そうやな。実メンバー入ってんのかなこれ。まさか大陥落さっき置いといた方がよかった。そんな気すんな。キャリス分バーンに有利なエルドラージずるい。そんな気がするな。ディスメンバー打たれるならこれどうしようかな。1万先打っといた方がいいんかな。難しいな。難しいってか知らんしな。チャリス位置置かれたら嫌やから。いやでもいけるか。いけそうやな。ラバスパイクから行きたい。ラバスパイクから行きたいよ、ね、レータルプッシュが無職だったらトロンが派遣取ってただろうな。チャリス4万入ってるしね。あと俺もクラウン嫌やし、ね、あれ無職はさすがにおかしい。わら。うるせえ黙ってディスメン使っとけ。大観楽出すんかな。出さんか。無職の名もなき天地で我慢しとけ。ボロちゃうどう。本体
なんでよかったんかな。これでもよかったけど。ええんやで。合ってたかな。ほぼほぼ勝ってそう。昔角前があれ待機したら黒の3マナ3人で落とされた挙句ゴブリン街でやられたっつって切れてたね。あのエルドラージ全盛期。くさ勝ちやん。勝った。前もね、僕エルドラージ、不毛の地の考察者。有識者。これはいらんやろ。白黒あいてんの。いや僕あんまモダンやらないんですよね。有識者。わからん。これいる？余裕でしたね。いやもうやばい。結構ピンチ。これいる？棚心。凶楽？凶楽？凶楽？つかほんまに聞く？力点入ってる？違うか。なんやん。凶楽？バリスタは意味ないな。ん？チャリスか。チャリス言われんの。チャリスやチャリス。はい。なんか出てこなかったんで僕。なんやろうって普通に思いました。バッタースカル。バジリスクリングね。やばい、もう素人なんかバレた。入れるとしても2、3じゃない。さすがに入れるもんなん。入れすぎ。僕素直やからさ。シーリングブリーズいらんじゃん。バジリスクの首輪とバターの枚数って最近減ってるのかな。バジリスクは1ちゃいます。1か2ちゃいます。バターは知らん。バジリスクはカラーだぞ。バジはメイン1。メイン1サイド1ぐらい。何いらん？これちゃん。僕のやつこれやけど。そんなことない？シーリング抜けそう。ブレイズそんないらんかな。ラバマンサーいんの？なんか2枚ぐらいおんねんけど。こっちの方がいいんじゃん。こっちの方がいいんじゃん。こっちの方がいいんじゃん。速装弱ない？速装が弱い。速装が弱いん。ラバマンサーじゃなくて速装が弱いの。ラバマンは寒い展開があるね。わかんないよ。知らないよ。今6時やけど。棚心は？バリスタがね。ちゃんと自分で考えて。え？マジで？スカルクラック。どう？少なくともラバマン2枚はかぶるとやばい気がする。じゃあラバマン抜いて。放送の意味否定しててくさ。時間やばい。はい、大丈夫です。やります。ありがとうございます。これ秒キープちゃん。土地何枚なんこれ。リーチあるから2マナかよく抜かないでおこう。秒キープ。秒キバリスタ。土地1はマリッテミックスが言ってた。え？これこれ。言うてやそういうことは。僕素人や。やばいやばい、チャリーチ来た。土地1はマリガンやで。あ。まあ、引いたし。ミックスの言うこととか当てにならんやろ。あかん。ハンド4枚吹き飛んでくさ。トップ解決するのせこない。あれ？ぼーっとしてたら
ス1 X2 ってチャリス連続で置かれて積むやつかな。相手も甘えたな。ハマチくん、ブロックされた。シーリングビチケアやから。ブロック回るのか。あれ、もうライフ1点でも減らしたくないと思ったんだけど。え、ね、ライフゲインする気やん。シーリング抜かなかったか。土地引けませんけど。バレオシャレなチャリ使ってるやん。するする。こんばんは。こんばんは。ますね。こらこら。やばい。もでマスピ使うやつなぜか許せない。僕ちょっとそれは同意しないです。許してあげて。粉々あればな。粉々っていうか、まあサイドインはしてるんですけどね。粉々というよりはもうランドもう一枚引いてほしいな。まあ、引いたからな。一枚引いたから、まあまあ。ランド何枚なんやろ。普通そんな確認してからやんねんけど、なぜか確認せずにやってるっていう。20なんかな。マスピと通常のハズレとのダブパンするやつは許せない。だいたい20普通19。やばい、リアリティをスマッシュされる。チャリスに。やばめ。もう積んだな。さすがに無理。酒飯で勝ちやな。あ、まだ参る。もう回れへんやろ絶対。ギリギリいけそう。チャンプ何引いたらいけるんだって。無理やろ。いけなくもないかも。誘発忘れ狙っていこう。さすがに先手やと、先手やと大陥落強い。そんなわけないか。上落から打ち込みで勝ちやん。いや、あのあれです、チャリスに移動置かれてたんで強落も封じられてました最後は。はい、すいません。次ターン1残ったかもしれんからリフトトップで勝てたやん。リフトボルト引いて勝ってるやん。リフトボルトチャリス4バジ1出しちゃ破壊全部入れていいのでは。リフトボルトで陥落は先でもあんまり。リフトボルト待機、うん、まあいいや。あんまり、じゃあいいかこれで。よう分からんしな、何せ。リフボル3マナでそのまま打てるんな。
まあ確かにそのままそのまま打てる。リフボス打ちで間に合ってたやん。これでええやろ。凶楽全員じゃないのか。数値で間に合ってたで。ハースストーンログインした。ハースストーンログインした。俺やハースストーンやってないで。秒キープ。なんでやってないの。え、シャドバの方はやっとるんだっけ。シャドバはやってますね。ハマチの相棒やん。何がグーヤンさんはやってたよ。グーヤンはやってますね。ライバルズは何か怖いのおるな。グーヤンはハスはやってるけどシャドバはやってないらしい。シャドバとハースストーンどっちが面白い。かつてシャドバやってた頃ジェイスビトワーだった。え、揃ったけど。原根健太はどこにでもいる。それ鍋やん。揃ったけど。あかん。わろた。三七。つけようとしたらやけば。八九。あかん。それしかない俺には。友情ですね。逆につけへんかったらここに9点もあるから、カーンは辛いかな。トモサム。カーンは別に釣らないか。焼かなくても押し切れない。え、やばい、むちゃくちゃされた。むちゃくちゃされた。これはああ予想外やな。それは装備ひとしゃくり。12、8。それは予想外やな。結果、あ、抽選。一応次除去を引ければ、除去というかディッチャー引ければ、バーン相手にライフリンクは1マナカよく引けば。1マナカよく引いていけてんの。12でしょ、無理ちゃう。12、8、8になって。確かにスカルクラックでもまだなんとか。確かにいけてる。とりあえず打つか。手のひらがあれば。そうやね。まだ全然いけるってことも。じゃあシリンダー引けるかな。殺人兵器聞いてきた。八、八、七、六、五、四、三。やるしかないか。リアリティスマッシュだったら諦めよう。バリスタでも出てんのか。10マナやけど。3、バリスタで負け。まあ3ターン目揃われたらね、仕
方ないね。負けや。あ、一時遅いよ。そう、一旦遅いね。2ターンちゃうか。あのターンに使うかね、走ってきたターンに使うかったら2ターン遅いよ。全然違うからね。これ何なんか、クリちゃおらんけど、こんなんでいい。そうか、オブもあるから手のひら入れないとあかんのか。なんで揃わせちゃうの。キキジキ、あのアイコンさっき見たな。なんか当たった気するね、さっきからかな。普通に1ターン目のバードやっとくか。からは犯罪。なんで機械学的ゾンビさんがまだ広告してないの。お前、あ、なんかね、金曜はいてないってクーヤンが言ってました。金曜はあんまりゾンビさん見ないよって言ってました。フェリダーか。最後のウェッジベーンボーン。ウェッジベーンオーブちゃいますね。金曜は安息日のゾンビ。ふんむ、言ってるのかな。ゾンビ情報が業務連絡されるの面白い。いや、なんかね、業務連絡というのも普通にクーヤンが俺その人知らんって言い出して嘘やろってなって、クーヤンがあれしてるからです。モダンってエターナルじゃないの。緊急ゾンビ警報、緊急ゾンビ警報、強い広告にご注意ください。レガシーイカじゃない？レガシーイカだけ？なんか今、ゾンビさんスケアンのこと嫌いな。今スケゾンビ出てきたけど。いや、サンマラ22やったけど。ヒトクランドってこと何か入ってんのかな？ほぼ勝ったやろ。これほぼ買ったでしょ。そろそろクーヤンとミンさんの前に PV 現れてユージがやられる頃かな。相手の手やばない。でもオーバーキルもいいとこやで。クーヤンゾンビ説。今日ハマチさんしか放送してないやん。天下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 。クーヤンのアニメほんま好き。またラブマス入ってるやん。どんどん入れてこ。何がいる？これ聞く？メリカリーの相性の悪さやばい。これ聞く？チューター入ってんのあれ。聞くんかな？相手のデッキを教えてください。相手のデッキはサフィーリでした。サフィーリでした。え？フェリダーでした。守護フェリダーでした。後手でもこれ効きそうちゃう。何がいいの？ボロスチャームにする？ボロスチャームいらなそう。あんなにヒトクランド入るのか。これでいいんちゃうんじゃ。フェデラーってモダン級なの？フェデラーって何？テニスの人？中隊って打たれた？中隊打たれてないですね。フェデラーって何？フェリダーか。フェリダーはまあモダンでしか、そうやね、ナダルかフェデラーかっていう話やね、多分。ドラレガシー級よ。めっちゃ強そう。守護フェデラーってめっちゃロングゲームしそうね。めっちゃ強そう。平成の双子、フェデラーは現役だよ。え、ナダルは？よく見たら俺、除去られへんけど。うまそう。イナズマ。現役741へのレス。
みんなには見えていないコメントだよ。緑のドアって入れたっけ？入れてない。山でいいか。守護フェロダただナダルは髪の毛が。ちょっと前フェデラーナダルで決勝やってなかったか。守護黒だ。こないだ久しぶりに2人で4大大会の決勝争ってなかった？ハマチさんはテニスもかじってるの？かじってないですよ。にわかです。4大皇帝みたいな言えないですもん。ロックウェル。そんなやつおらんな。フェデラー、皇帝みたいな4人いるんでしょ。ナダル、フェデラー、わかんないっす。ハマチさんは高校時代ラグビーやってそう。やってるかーよね。ジョコビッチ、751へのレス。753、みんなには見えていないコメントだよ。ヒューエット、756へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。コブラ、アマで解説系、カジ、テル、アガシ。アガシ、アガシじゃない。ヒューイ、ジョコビッチや。ヒューイット。ジョコとマレイ。ヒューイット。何？ジョコビッチとマレー。マレーって名前？ヒューイデュイルイが俺知ってるよ。騙されへんよ、それはさすがに。スクルージョージさん出てくるやつやろ。ロディック767へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。なんでやアヒルかわいいやろ。ヒューイットはムトグで言うとハマチさんぐらい有名だから知らないとにわか。で全然無名ってこと？さっきから何が引っかかってるんだろ。ルイはマルイが好きかな。おはボンバーマン。これさっきからさ、こいつずっと2位やんけど、相手デッキ大丈夫かな。そんな2位になることある？2位。ジョコの続き1点でいい？ジョコビチのビチの部分でしょう。ビチがダメって過剰反応。あ、それ？このデッキ知ってる。相手のデッキやばない？人のなのに。人の名は何やったんやろ今の。聖の騎士、さすがにもうちょっとフェッチ入れた方がいいんちゃう。お、カズヤ三島さん、日本人だと思います。どっちいちキープしたやつなんかおらんって知ってんねん。そんな行こう、クリーチャーデッキじゃなかったらどうしよう。
貧乏なんだよ、言わせんな。784へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。お、よろしくお願いします。え、よろしくお願いしますほんま？ほんまかな？お願いします。え、むちょるむちょる、よろしくお願いします。鉄拳キャラ名の人リスナーなのか、わら。それ三島平八ちゃん。こちらこそよろしくお願いします。手札は見ないようにするね。え、違うんかな？三島和也も鉄拳におんの？ちょっとにわかですいません。僕もよろしくお願いします。今後ともよろしく。和也は息子、孫が一子。へえ。じゃあ日本人じゃない可能性もある。お願いします。好きです。ありがとうございます。来るかな。じゃあよろしくお願いします。稲妻引いといた方がいい。手札わかるんこ。え、青白相手に稲妻いらんな。じゃあ91キロ。俺様友人丸かじり。ブレイズもゴミ。ドラフトかな。ペイツーじゃ良かったかな。マーナリー。使いかも。ノー。トリコテンポ言う言っててマジうざい。ジェスカイの方もミシュランは言ってるし、まだわからん。ランド止まってても負けそうやけど。20点けどな。トリコはロジックノットだから青白っぽい。もう負けそうやけど。勝てる要素ゼロっぽいけど。あ、おしろこんですな。白間投げされそう。ラスゴ試練ギデが実質ライフゲインでうざいやつ。破壊すはデストロイヤーね。あら残念。ない。負けやん。次行く？次行くってギリギリ聞こえるギリギリでもう行ってしまった。ほんまシーディングブリーズは違うで。こんなんいる？なんか白力士の貼られる？アズカンタツオいよね。これいる？これいるかな。全開でいる。アズニャンいたし。サンマナギデオン賛美両論あったけど結局海もあるからそうか。アズカンタも海もあるし。海で盛り払われたら最悪海に打てるけど力戦は普通入ってない。普通入ってない。じゃあ2枚ぐらいにしよっか。
何抜く？こんないらん？こんないらんことはないか。アズカンタはサイドアウトしそうやけど。みんなマジック詳しいね。ラバマンサいらんか。ラバマンサいるか。ヘリックス？ヘリックスいらん。3マナギでは4マナにラスがないと弱いんじゃない。いい感じいい感じ。ワンツースリーやいい感じいい感じ。さすがにこれはもろたんちゃう？何もしてこなくて眠くなってきた。寒いな。風邪ひきそうな気がする。風の引き始めの引き始めみたいな感じになってる。しんどなりそうやなっていう状況の一歩前ぐらいになってる。やっぱその部屋寒いん。そう寒いですね。いくら暖房あるという。まあ、そこまで。暖房つけるから一緒に暖房。まあ、一応まあ下にストーブがあるんで。友人いないと温まらんな。いい感じいい感じ。3ってラス号なぜか2点くらったけどまあいいや。完全に今いらん2点くらったけどまあいいや。メンタルミステップがあれば。禁止やろ。禁止です。そこに気づくとはただものではない。目止まりが解消されたね。ドキドキ。そう、実に2分近く
コメントなかったよ。あんま気にしてなかった。無でミスして使ったけど特に何も言われんかったで。うせやん。嘘でしょ。飽きませんよ。ごめんね。みんな今アンステに夢中やな。何これ何これ。コンデム？コンデム？下に置くやつ。デスシャドウ最終兵器か。そう、コンデムがあるからデスシャドウは禁止にしなくていいでしょうっつったあのコンデムさん。リマンド、マナリ行くか。さすがにマナリ行くか。どっちが嫌かな。リマンドの方が嫌やな。ロジックノット、それとええわ。しゃあないわ。ロジックノットって使われてるんやね。やっぱ幽霊害される。フィルターの使い方に苦戦してるけど。ギデオンプラ1モダン界のカンスペやからね。これさすがにゼロ使われたらね、一生立ち直られへんからね。ワンチャンありまっか。パスとエグザイル。ワンチャンありまっか。全然あるか。何もなさもんな。俺も何もないけどね。普通に白マナがなくなりそうやな。ウェディングメイジスタック。カウンター、ターゲットスペル、ドローカード。これ当ててきたら放送見てそう。これ一発打たないのどう？これ一発打たないのさすがにバレへんのちゃう？バレる？二枚見られてたっけ？でハンド見られてないよね。いやさすがにこれは当たらんのちゃう？打つんかな？考えてる時点でインスタントやってバレるか。打つか。多分声聞いてるからバレてる。今考えてる時点でインスタントがバレてまうから打つわ。知ってる？なんか見たっけ。なんやろ。まあ4点火力でしょうね、普通に考えたら。俺なら打つ。4点火力。なんやボロスチャームかな。で2枚打ってるしな。何指定すんのやろ。これ普通にライトニングボルト。
難しいね。何言うんやろ。もうボロしちゃうのか。普通に考えて4点からくると思うけど、裂け目、裂け目じゃないんちゃう。1枚も飛んでないカードって考えて言ったら裂け目。大陥落、大陥落ありえるな。確かに。もうかリフトボル、リフトボルト頼む。生きてくれ、生き残ってくれ。掲示された負けですね。何枚飛んでくんねん。もうないよな。海はさすがにサイドアウトしてるか。いいよいいよ、別にランドはもういいわ。リフトボルトだけは引くなよ。通れ通れ、やれやれ。いやむしろ違ったな今。嬉しくて言ったけど、普通に考えたらスカルクラック構えてミシュラアクティベートしたら起動してモルテンやったな。普通に、普通にミスったな。マナリックスも、お、ワンチャン、ワンチャンありますか。コンデムがある。まだパスあんの。4枚目 ?3枚目か。いや普通にミスったな。今のは俺のミスや。ただ次のターンワンチャン。で次のターンないでしょ。ターン返ってこないと思うんですけど。今クラックタンの、いやもう普通に死んでますよ。いやミスったな、あそこやったな。ありがとうございました。ありがとうございました。いやミスったな。さすがにクラック構え毒やったな。クラック構え毒ちゃうわ、クラック打ち毒やったな。なんで引いた嬉しさで打ってしまった。ミシュラで死んでたな、すまん。そうですね、ごめん。ミシュラ見えてなかった。みんな見えてなかった。ミシュラ見えてない人も多い。今のは脳がやられてた。いやそうやね、今のは脳がやられてた。あれ何やったっけ、溶鉄の雨引いて嬉しくて打ってもうた。石の雨嬉しすぎて打った。そう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 。有識者強し。ハンド見えてるコメント何なの。ハンド見えてるコメント何なの。ミシュラを得た返しにランデス引いて騙された。そう騙された。あのミシュラ高いよね。あの人は高いですね、多分。いやー、俺の赤タン記録がどんどん今のところ0212122やけど、モダンで赤タン使うことはもうないやろな、ほんまに。勝ち越したことないんちゃうかな。リーグで使うも初めてじゃないかな。さっきモダンのとこに赤タンなかったでしょ。赤タン、ごめんなさい、あのなんていうの、バン。そんなミシュラもブムならもうプライズなし。どうしよう。いや一応まるまるカチカチでプライズあります。ドラフト行こう。いやもう終わり、これ終わったら終わりますよ。さすがにちょっと寒すぎるんで。ゴブリンってたまに見るけど買ってるのかな。ブムでも普通に高かった気がする。まあ高そうですね、あの青白ランドは。むしろ安い店多分そんなないと思いますけど。普通に寒いね。ケープ
ゴブリンはゴブリンでしか使わないパーツが上がってるからそこそこ使ってる人いそう。ミシュラン一番高いの何？あ、お城ちゃいます？今は青黒の方が高いんかな。変わり谷？いや、変わり谷よりも青城の方が高いんちゃいます？ふえーふえー、無理そう。谷は4チックスぐらいじゃない？さすがに本体でも見るよね。青白が圧倒的に高い。乾杯にめくれた。大陥落出しても普通に場で負けてるからな。カンパニー、ロードロードはやばい。エルフはフリっぽいかな。そうですね。ウェルウィッシャーがモダンリーガルだったらな。ウェルウィッシャー誰や。オリックス中島にまだ3、5億で契約更改だってさ。いや、しゃあない。緑版ソウルシスターズじゃなかったか。幸運を祈るもの、タップでエルフの数ゲイン。再生。死んでる？死んではないか。9、8、7、6、5、4。ロード来たら。やっぱ麻酔抑えにするんですか？麻酔は抑えじゃないですか。野村砂ともよなくなったんか。アーメン。野村幸男亡くなりましたね。そっちは本質の管理人だったわ。本体ですな。ゼロにまでなくてた。よし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 。危ない危ない。相手が何も引かなかったか、ロード引かなかったかなかった。危ない危ない。何抜こう。さすがにボロしちゃうか。ギリギリセーフ。大陥落後手いらん気すんな。先手だともちょっと強さやけど。延長したくない時はご注意ください。
リ入れる？オリ、オリいいんちゃう？強そうではあるけど。1マナマナクリ8枚入ってんのかな。終了まであと5分になりました。ラバマンサー起動しても30分延長しました。延長に成功しました。F5 キーを押してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。ゴブリン派。ゴブリン派。そうやな。ロマンス置いても次起動できへんなと思ったけど。フェッチからラブマンスだったかな。ラブアマンならフェッチからじゃねえの。そうですね。次フェッチ行くことを期待して、そっちの方が良かったと思います。遅いって寝てまう寝てまう。ロスコネではない。ロスコネではないです。言ってますよ。ぜひ安畜賞を受け入れたいところですが、レガシーバーンもやろう。さすがに大陥落はやばかった。いや、ええかブロックしようかなブロックして墓地貯めるっていうハッピープランやったんやけど、甘えてる。それだと待機してゴブリンガイル出してる方がよかった。眠い。超遅いって。何を考えることがあるん。どうしよっかな。止めてもいいな。止めよっかな。一回スルーするか。次止めよう。ブムのスポーツ会面白かったですか？はい、おかげさまで。横並びで火力でしか削れない感じになってきた。
そんなイベントあったんですか。どこのポジション守ったんですか。やばい。888へのレス。みんなには見えていないコメントだよ。ダメージレースになってる。意外といけそうになってきた。まあ、相手なんで引いてないですからね。俺愚かなこういう人になった。そりゃそうやけど。それするなら投了しろよ、わら。ラバマンがバーンなのに無限にアド取るからなぁ。アンステーブルって生産どのくらいするんですかね。アングルードやアンヒジドの時はどうだったんです。どうなんでしょうね。結構作ってると思いますけど、アングルードアンヒジドは作らなかったと思うんですよ。時代が時代なんで。また2-2で迎えた最終戦来てる。昔とは市場規模が違い、そうはね、参考にならないと思う。アンスだってアンヒンジとかも13年ぐらいでしょ。アンヒンジは初動よって調子に乗ってすりすぎて在庫の。アングルーダーでも余ってた気がするね。宝トミーがやってた時代。アンヒンジと宝トミーちゃうかな。だけれど実際何枚あるのか曖昧のか。あ、もう出てますよ、フルセット。あの公式で絵違いとか。コンスビラシーにと同じ程度だとするとプレミア維持するかもな。そうですね。
だから遅いって巻きで行こう巻きで。コンスピにしてまだ生産してるのかしら。多分してないと思いますよ。してたらもうちょっとパック売ってると思います。遅ない？巻き？どうし？なに？あかんメッセージ出てる。続いてる放送大丈夫？今変だけどキーブかレオブオルドも浮かわんとまずいのかってことは保証や見えてるよ。見えてる？いけてる？なんかレコーディング停止しましたみたいな。だから大丈夫。ありがとうございます。レコーディングを停止しましたって。聞こえてないよ。聞こえてないよ。もう口の動きだけで見てるってことだからね。音出して。それはなんやそれ。見えるが。ん？どうでしょう。よそ見しててラバースパイクってエンドそうやった。うんうん聞こえてないね。まずい気がする。思考が壊れる気。俺頭の中に直接声が。独身術はたしなみやぞ。和骨、ゲストの女性誰ですか？ゲストの女性？怖いこと言ってる？怖い話してる？無トブプレイヤーのくせに心の目開けてないとかやぶかよ。ゲストの女性おらんよ。怖い話してる？サッチー横にいない？サッチー早い。遅い。飯時にサッチーはやだ。お手洗いも行きたいし。早くしてみき。ハマチ。そう。ハマチさんはサッチーとサッチャーどっちが好き？どっちも鉄を感じるね。浜地さん、うちのおかんが俺の 4C レオブオルドデッキケースごと踏みつぶした話する。そして100年後ロスコネか。なんか怪しいことしてる。メインから番号入ってんの？何言ったん今。2ドロー3です。メインから番号入ってんと番号ちゃう。さすがにさすがに番号打った方が良くない？どんなハンドであれ赤たんやで。こっちマルブヤンパイっぽい。あー確かに。え違うんちゃう？怪しいことしてるで。対戦でだいぶ怪しいことしてるで。
ミニ歌入ってる、ミニ歌。見たま。五両。五両か、確かに五両ありえる。全然わからなくなった。いや五両はね、五両はありえる、確かに。いやでもなんであれ番号打った方が良くない？しかもフェイスレスルーティング捨ててスリードをしてるって相当すごいハンドやで。だってここでこのターンね、セットアンドしてフェイスレスルーティング打ってゴロでエムラクル15点ありえるからね。全然赤黒ストーム、ストームではないでしょ多分。番号打たないとして、番号捨てるハンドってどんなんなんや。ゴリラ使ったの？なるほどリアニカ。ゴリラ使った？ゴリラ使った？ゴリラ使ってるね。土地なかったんかじゃ。これしかなかったんかじゃ。赤マナがなくて、これを打ってこれを引いてきたんか。それだとわかるな。それ確かにわかる。それだこれしてる場合、いや、土地がないんかな。ママに会いに行ったのか。またゴリラ切った。なんでキープしたのかが謎。後手やからちゃいます？なんやろ、3万ないけど。歌歌からの。今一人電車に乗ったのか。歌歌からのブリーチエムラちゃん。ブリーチグリセルな気すんな。エムラとチャチャやってたよな。ブリーチグリセルな気がする。エムラではない読み。エムラだともうちょっとチャチャやってると思う。そうやね。なんか打つとこないし打とうかな。打つとこなすでしょ。打とう。打つしかない。急に負けになった。いや大丈夫です大丈夫です。4いスペル引ければ。スペル引けんかったらきついですね。そう。いやまあ一応あえて手を9、あジオの群れ決まったかな。決まった可能性がある。まあ、ゴリラとってか懐かしいデッキ使ってんな。スペル引ければ全然、全然でもないけど。腹音鳴らし行ったからもうないんじゃね。一時期言ったよね。決まれば早いけど。そうですね。今ちょっと逆風な気はしますけど。あ、違う違う違う、F に押してるのダメ、あれか。もしかしたら有事配信でも当たって負けてたよ。へえ。確かにあのデッキはね考えること多い。思い出した、僕使ってたんですけどあのデッキ PPTQ で結構考えること多い。変な角度から決まるから。たまにねやりいろいろやった結果決まらんことがあってやばいと思ったけど。
なんかエムラクール走らせてパーマントゼロにしたけど5点削れず負けとか、そんなんもあった気がする。インスタントタイミングでも決まるからな、これかなり難しいよね。そうですね、あのデッキ懐かしいですけど。いや、トイレ行こうかな。トイレ行こうかな。ちょっとトイレ行ってきますわ。寒いここ、ちょっと広告見といて。あ、間違えた間違えた、危ない危ない、 CM 動画な、生きとやった。まあでもミドピッチがあるからね、正直別に削れたところで5にしたところでね、実際5なんか分からんしね、13ぐらいあるかもしれない。あと12枚ですからね。君に来た、君に来たんじゃないか、うん、決まるかな、決まりそうではあるけど。2枚、あいつ2枚リムーブされてるけど。ただドハラ2枚追放したってことはそこまで楽ではなさそう。そうですね。まあそもそもゴリラ2枚切ってるからね、変にマナ家族することはないと思うけど。ワーム分裂させる方が勝ちそう。買え？え？買った。よくわからんが買った。なんやねん、わら。ヘリックスでいいか。くさ。マジでなんやねんって感じだったね。シーリング打つ相手おる？あ、やばいやばい、そうやそうやそうや。ブレイズいらなくない？ありがとう。普通にボーッとしてた今。でも今シーリングで勝ったで。冗談です、はい冗談です、すいませんでした。でもヘリックスも結構いらんと思うけどな、一応入れとく。大したあるんかしらんけど入れとく。怖いし怖いし、入れとこ2枚くらい。謝れる男フジモン、今のは相手が急が詰まってたらどうだったんだろう。負けてそうですけどね。そんなことよりでも、あんなとこ急ぐならもうちょっとプレイ急いでほしいですけどね、僕はね。9時半じゃないですか、だって。うまいこと言うやん。相手しサイドも長い説。
ギリギリまで使うやん。こっちはお腹減ったって言ってるやん。土地一どう？なんかキープマリガンって言ったな。でもサイドカードあんで。いやもう俺引くよ。引く引く。引く引く。引いちゃう引いちゃう。キープ。一ターン目に払わなあかんのかなこれ。一ターン目ガイドじゃダメなんかな。個人的には一ターン目。一ターン目ガイド、二ターン目フェッチ即走。もう一ターン目ならタップインやで。もうゴリラがいきなり決まるからね。見たまってセカンドプランとかあったっけ？ないと思うんですけどね。タップインならガイドから行きそう。どんどん行こう。安堵の再開。安堵の再開、ゴリラゴリラ丸くへん、ゴロをつされたら諦めよう。その時はもう負けを認めよう。ね。そんなん無理や。バリドローされるけど。土地引きたいな。延長が有効になっています。延長したくないときはご注意ください。ゴルを捨てられた。ワルカード入れてないんかな。じゃあトジーダー全然いけそうやけど。終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。延長に成功しました。 F5 キーを押してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。土地引けてればこれ構えれてたのに。もうだってブリーチエムラで終わりですよ。知らないですけど、いるんじゃないですか。ハンドランドしかないんかな。
めくるんか。スリーカード。どこに行くん？墓地か。クリーチャーにも飛ぶ？殺す、こいつら殺すのかな。土地引かず、途中引けず、ジオンの群れ引かれた。緑のカードがない。土地詰まりのハマチ。あれ、しぶてぇ。いつ引くねんな。勝ったか？で、自分相手ハンドむっちゃ遅いけどね。勝つんちゃう？下手したら。ただ回復がしょぼいね。これでこれ切ったからね。勝ちました。ようわからんけど勝ちました。で、チェスト向こう。で、むっちゃ長なったし、もう終わろう。テスト向いて終わりにしましょう。ありがとうございました。無事3人できました。むっちゃ遅くて、視聴者もだいぶ離れてきました。ストックどれくらいあるん？ 1 です。オンリーワン。いきます。ん？安そう。飲みるしよ。はい。ノミルはちょっと今日は時間がないので終わります。まだ夜は長いよ。カバーカバー、はい、ごめん、ありがとうございました。俺は好き。また来週ね、火曜日なんですよ。